カリアク島、プティート・マルティニーク島、グレナダ本土の教区、グレナダ本土、グレナダは6つの行政教区と1つの俗領に分かれている。グレナダの憲法には、地方自治体に関する記述がない。一方、憲法の第9章107条には、カリアク島及びプティート・マルティニーク島には独自の議会を設けることが明文化されている。行政教区は主に、 グレナダ島に設けられている。合計は6つ。歴史は長く17世紀中頃にフランス人が設置し、18世紀には現在とほぼ同じ形となった。1763年のパリ条約によってイギリスの植民地となった際に教区の名称はすべて変更され、キリスト教の守護聖人に統一された。俗領は、 カリアク島及びプティート・マルティニーク島のことを指し、グレナダ領グレナディーン諸島の内北部の島初群がここに含まれる。この区分が成立したのは1935年の選挙区の設定とも言われている。それまではセントパトリック教区に含まれていた。憲法では独自の議会の設置が謳われ、1995年に、 議会の設置を定めた法律が成立するも、2019年時点では、施行されておらず、中央政府の管轄下にある。フランス領時代の教区グレナダ国会の大議員の選挙で用いられる選挙区。全員15区。北東セントアンドリュー選挙区、北西セントアンドリュー選挙区、南東セントアンドリュー選挙区、南西セントアンドリュー選挙区。 東セントパトリック選挙区、西セントパトリック選挙、クセントマーク選挙区、セントジョン選挙区、セイント。ジョンセントデービッド選挙区、北東セントジョージ選挙区、北西セントジョージ選挙区、南東セントジョージ選挙区、南セントジョージ選挙区、セントジョージズ選挙区、カリアク島、プティトマルティニーク島。ありがとうございます。